やっとバイデン氏が正式に大統領に就任できたね。いろいろあったけど、とりあえず無事に済んでよかった。トランプ氏は日本の自動車メーカーに当たりが強かったから、トヨタやホンダあたりはことが落ち着いてほっとしてるだろうな。自動車の輸入関税を 5% から 25% に引き上げることも検討していたしね。トヨタの排気ガス不適切問題も政権が変わる前に改善できたし、トヨタも心機一転って感じだな。排気ガス不適切問題、トヨタはそんなことしてたの？日本だとあんまり話題になっていないんだが、結果的に、トヨタはアメリカ政府に190億円支払って和解しているんだ。190億。思ってたより大事だよね。トヨタは何をやらかしちゃったのかな？アメリカ司法局は2005年頃から2015年までの間、排ガスの不具合に関する報告が遅れたとしてトヨタを訴訟した。裁判で先にトヨタの方から和解するなんて、意外とアメリカ司法局に弱気だね。まあまあ、平和的に解決したのは悪いことじゃないぜ。新大統領に気を使ったっていうのもあるかもだけどな。トヨタ自身も思うところはあったのかもね。トヨタってこういう身のこなし方がうまいよね。老舗なりの知恵ってやつだろうな。状況を見て、的確に判断できるところがトヨタのすごいところだと個人的には思うぜ。信用度が命の自動車メーカーとしては、炎上とか大ごとにすることだけは絶対に避けたいもんね。まあ、過去にトヨタは何度も炎上してるんだけどな。パッソセッテの CM なんて大炎上したらしいぜ。パッソセッテの CM、全然知らないや。それじゃあせっかくだから、今回はトヨタ、パッソセッテについて解説するぜ。はい、お願いします。このチャンネル、ブンブンキャスト、では、名車の歴史や車の雑学などを解説しているぞ。隠れた名車を解説していくしくじり車シリーズをはじめ、車好きならワクワクするコンテンツを発信しているよ。最新の動画を見逃さずに済むように、まだチャンネル登録をしていない人はぜひチャンネル登録をしておいてくれよな。それでは、ゆっくりしていってねー。それでは。ということで、本題のパッソセッテを解説していこう。パッソセッテはトヨタが2008年に発売した小型ミニバンだ。あのパッソの派生モデルになるのかな？パッソにミニバンなんてあったんだね。イタリア語で、7、の意味がある、セッテ、が示すように、パッソを7人乗りに仕立て上げたような車になっているぜ。ちなみに、パッソセッテはトヨタ主導の企画だが、開発及び生産はダイハツが担当していたんだ。いわゆる OEM 生産ってやつ？その通り、ブーンルミナスの姉妹車みたいなもんだな。OEM っていうのは、他社の製品を製造することを指すんだ。さっきも言ったが、パッソセッテ自体はトヨタだけど、ダイハツが受託製造してトヨタに納品しているんだぜ。意味はなんとなくわかるけど、どうしてわざわざダイハツに製造を任せるのかな？まず第一に、OEM によってトヨタはコストを削減できる。車を買うだけだから、一から車両を開発する必要もない。ダイハツはトヨタの販売網で車を売ることができるから、生産量が向上することで大きな利益を見込めるんだぜ。グループ内でも双方にメリットがあるんだね。あとは、小型車の開発が得意なダイハツに知見を借りたかったというのもあるかもな。確かに、ダントとかミライースとか、使い勝手が良くて品質も良いもんね。まあ、最近のダイハツは癖がない分、物足りなさを感じる時もあるんだがな。それはターボチャージャーちゃん目線でしょ。それはそうなんだけどな。話がそれたから戻すが、パッソセッテはシエンタの後継車種として発売された。あれ、シエンタの後継車種って言うけど、シエンタって今現在も販売されていたよね。それは2代目シエンタだな。詳細は後ほど解説するが、2代目シエンタは販売不振のパッソセッテに代わって登場。ミニバンとしては史上初となる、月間新車販売台数1位を記録した。初代シエンタの後継がパッソセッテで、そのさらに後継が2代目シエンタ。ちょっとよくわかんないんだけど。まあ、違和感はあるよな。しょうがないぜ、パッソセッテがしくじっちゃったんだから。つまり、パッソセッテが販売不振に陥ったから、販売終了したシエンタをまた発売したってこと。まさにその通りだ。この謎な状況についても、後から解説するから最後まで聞いてくれよな。もったいぶるなぁ。にしても、そうなると完全にパッソセッテの立場ってないよねー。しかも、コンセプト自体はシエンタと全く同じ。低価格で3列シート仕様で、ファミリー向けなんだ。基本は5人乗りだけど、一応それ以上の座席も確保してあるって感じのコンパクトミニバンだね。ああ、どうしてもラゲッジスペースは犠牲になるけど、
たまに大人数で移動するときなんかは重宝するよな。状況に応じて3列目シートを格納して、人数と荷室を調節できるのは便利だよね。価格はいくらくらいだったの？約150万円から、とかなり安価な価格設定を実現しているぜ。装備などは簡素化されているから、値段なりではあるが。約10年前の車とはいえ、めちゃくちゃ安くない、今のヤリスやフィットとさほど変わらないじゃん。人気のシエンタとコンセプト自体は同じなわけだし、今のところ、そんなに悪い車には聞こえないけど。さて、どうだかな。それじゃあ、お次はパッソセッテの外観デザインを解説するぜ。ボディは背の低いワンモーションフォルムだが、意外にも頭上空間はしっかりと確保されている。意外とサイズは大きめなのかな？当時のダイハツが関わった車の中では大きい方だな。だが、5ナンバー車だし十分小柄な部類に入ると思う。このサイズ感で大人数乗れるっていうのは、運転が苦手なママさんは嬉しいんじゃないかな。3列目シートはさすがに狭いが、それでも7人乗車は押せるポイントの一つだな。デザインは全体的にシンプルで万人受けする感じだ。スポーティーな顔つきの S グレードも魅力的だな。どっちも魅力的だけど、確かに S グレードはかっこいいね。S は前後エアロバンパーにリアスポイラーなどを装着した特別仕様だ。SC パッケージなんてのもある。外観をちょっといじっただけのグレードだから、スポーティーな走りは期待できないけどな。そう言われると、ちょっと中途半端だね。その辺は好みの問題だぜ。このくらい気軽な方が、街乗り中心のユーザーにとっては嬉しいこともある。ボディカラーは全部で9色。よく言えばオーソドックス、悪く言えば凡庸なデザインを魅力的に飾ってくれるぞ。この手のコンパクトミニバンには多いよね。淡いカラーが多くて、女性受けが良さそう。続いて内装デザインだが、左右にこう描いたインテリアは、視覚的に広々とした印象を与えるのに一役買っている。外観デザインと同様、万人受けする感じだが、反面、これといって特筆すべき部分はないな。デザインよりも広さ重視の作りなんだね。ベージュカラーは温かみがあっていいね。シート表皮のベージュは標準グレードに設定されていて、エアログレードはダークブラウンとなっているぜ。あとは、前席にも違いがある。エアログレードはセパレートシートだが、標準グレードはベンチ式だ。それぞれに利点があるから、どっちを取るかだね。ファミリーカーとして考えるとやっぱりベンチ式かな。2列目シートは3人掛けだ。さすがに大人3名が並んで乗るには窮屈だな。でも、子供なら問題はなさそうだね。そして、3列目シートは平板なベンチシートだぜ。定員確保用の座席といった感じで、ペラペラだな。さすがにパッソセッテのサイズ感で、3列目シートに快適性を求めるのは酷かな。そうだな。だが、一時的にでも7名乗車が可能なんだから心強い仕様だと思うぞ。それに、シートを格納すればかなり広い荷室になる。自転車とかも積載できるし、アウトドアにもぴったりだ。利便性に関しては間違いないだろうね。でも、背もたれが短いから安全性とか心配じゃない？その点は、ヘッドレストのステイを長くしてカバーしているから、抜かりはないと思うぜ。それなら子供が乗る時も安心だね。そういえば、この車ってスライドドア？いや、パッソセッテは通常のヒンジ式ドアだ。後ほど解説するしくじり要素の一つだな。今時のミニバンってスライドドア必須だもんね。そっちの方が絶対に使い勝手はいいんだし。ただ、全体的には実用的なミニバンって印象で、販売不振に陥るほどダメな車って感じはしないよ。お次はパッソセッテのスペック、そして走行性能や燃費性能をチェックしていこう。とはいえ、この車のメイントピックでもないし、いつもよりは手短に済ませることにするぜ。あや、珍しいじゃん。普段ならノリノリで解説する部分なのに。走りにこだわっている車でもないしな。安全面とかに重点を置いて解説しようと思った次第だ。ダメか。ファミリーカーだもんね。お願いするよ。まずはエンジンだが、ボディの延長や3列目シートによって増加した重量をカバーするため、1.5 リットル、直四エンジンを搭載している。標準の5人乗りパッソと比べると、少しだけパワフルになってるんだね。トヨタ最小となるパッソからのアップデートだし、ミニバンとしてはコンパクトなエンジンだけどな。1.5 リットルで下級機もモーターもないとなると、7人乗った状態での峠とかはさすがにきつそうだね。カタログ燃費はグレードによるが、だいたい15キロ前後。実燃費になると、13キロを下回ることもあるそうだ。最近はエコカーが当たり前だし、見劣りはしてしまうね。
もっとも、最近の車と比較すること自体フェアじゃないけど。トランスミッションはインパネシフトの4速 AT だ。シーケンシャルシフトマチックも搭載されている。上りと下りで変速タイミングを調節することで、スムーズな倒半制御も実現しているらしいぞ。さっき言ってた、エンジンの非力さをカバーする機能ね。さすが天下のトヨタ、抜かりない。あ、ダイハツか。安全面に関しては、全方位対応の衝突安全性能を確保、エアバッグも6つ搭載しているから安全対策はバッチリだ。それなら子育て世帯も安心だね。とまあ、ここまで色々と解説を進めてきたんだが、結局、パッソセッテは2012年に販売終了となった。あれ、発売年っていつだっけ ?2008 年だ。販売期間はわずか4年だな。短っ。特に欠陥とかもなかったみたいだけど、早期に販売を打ち切る必要があったの。トヨタが不祥事を起こしたとか。そういうのは一切なくてな、シンプルに人気がなかったんだ。なんか、逆に珍しいパターンだね。普通不人気でも6年くらいは販売されるのに。パッソセッテがしくじってしまった理由は複数あるが、一つはエコカー減税の対象外だったことが挙げられる。競合車種が減税される中、パッソセッテだけがエコカー減税対象外となるのはきついよね。当時は現在ほどエコカーのシェアは高くなかったが、それでもあの燃費の悪さはかなり不評だった記憶がある。ガソリン代が高くなるだけならまだしも、税金の優遇もないとなると選ばないよな。もう一つの理由は、最初の方で触れた CM 問題だ。主な購買層とずれた CM 内容は、炎上騒ぎになった。トヨタは何をやらかしちゃったんだろう。それは、私たち、主婦で、ママで、女です、というキャッチコピーに全て集約されているんだぜ。今でも問題になりそうなワードが入ってるね。お母さん食堂問題みたいな、ジェンダー問題かな。当時の日本はそこまで、ジェンダー問題に対する関心は高くなかったと認識している。問題になったのはそっちじゃなくて、トヨタと主な購買層とのイメージのズレだ。つまり、どういうこと？パッソセッテの CM は7人のファッションモデルを起用して、華やかな、キラキラとした主婦の姿を描いていたんだ。でも、パッソセッテって実用的で価格帯も安いミニバンだよね。難しいけど、華やかな女性のイメージとは結びつかないような。そこなんだよな。パッソセッテのターゲットである主婦層は、地味で使いやすいコンパクトミニバンを求めている人が多かった。今でこそアルファードが大人気だが、その当時、派手な女性で演出された CM にはとても感情移入なんてできなかったんだ。私たち、主婦で、ママで、女です、か。確かにちょっと気遅れしちゃうかもね。やっぱり派手なものが好きな人って、もっとゴージャスな車に乗るよな。当時はリーマンショック直後っていうのもあって、そもそもそういう人たちの数自体も多くはない。でも、正直それだけでって感じだけど、そんなに炎上するものなのかな？やっぱりリーマンショック直後ってのが、個人的には大きく影響していると思うな。日本全体の雰囲気も暗かったし、贅沢とか華やかとかそういったイメージとはかけ離れていた時勢だった気がする。ま、仮に今同じ CM を売ったとしたら、別の意味で炎上する可能性は高いんだけど。それは言えてるね。最大のライバルと言えるホンダ、フリードの、ちょうどいい、というフレーズとは対照的だよな。要するに、需要に対する広告戦略が間違っていて、それが見事に裏目に出てしまった感じなのかな。あとはそうだな、フリードが強すぎた。パッソセッテ自体のしくじりではないけど、正直、それが販売不振の大きな理由じゃない？フリードはパッソセッテよりも居住空間が広い上に、パッソセッテにはない両側スライドドアを採用していた。駐車場とかが狭い日本で子育てするなら、どうしても必要にはなってくるもんね。あとは前席3点式シートベルトを採用していたことも大きい。パッソセッテは一部、2点式シートベルトだったからな。広くて、安全性も高いんだ。強い。さらに、3列目シートを床下に格納するパッソセッテとは違い、フリードは跳ね上げ式のシートで荷室を広く使うことができた。跳ね上げ式にも当然デメリットはあるが、パッと見た広さは圧倒的に跳ね上げ式の方が上だし、自由自在に使えるからな。あれ、完全にパッソセッテの上位互換じゃん。一つでもパッソセッテが買っているところはないの？一応、車両価格はパッソセッテの方がいくらか安い。しかし、さっき話したようにエコカー減税は対象外だ。フリードはエコカー減税対象車種なの？減税対象だし、燃費も比較的良いぜ。
あまりの救いようのなさに、擁護しきれないよ。結局、パッソセッテはトヨタ史上、2番目に短命なモデルとなってしまった。ライバルに勝る部分がなく、イメージも悪いとなると、なるべくしてなった印象が強いけど、同情はするよ。一応、パッソセッテはマレーシア市場での販売がメインで、日本国内への投入はおまけだったという話もある。そのマレーシアでは大ヒットを収めていて、国民的大衆車の地位を確立しているという話だ。え、それならトヨタとしては、別に日本で売れないのも売り込み済みってわけだね。そう思いたいが、当初の月間販売目標は3500台だったし、さすがにもう少し売れるとは思っていたんじゃないか。実際、パッソセッテのあまりの売れ行きの悪さに、一度販売終了したシエンタを再販しているしな。あ、さっき言ってた2代目シエンタのことだね。違うぞ。パッソセッテに代わって販売終了した初代シエンタを、急遽もう一度販売したんだ。多少の改良は加わっているけどな。そんなことってあるの？最初から日本で売る気がないのであれば、少なくともそんなことはしないだろうな。パッソセッテの販売が想定よりも大きく下回ったからこそ、一見、愚策にも感じるパッソセッテとシエンタの併売に踏み切った。キャラクター丸かぶりだよ。そんなことしたら友倒れじゃない？結果、発売から8年経過して再販したシエンタの方が売れた。こちらは改良によって、エコカー減税の対象にもなっていた。もう一回言うけど、そんなことある？その愚策とも言える併売が功を奏したのか。シエンタは2代目ヘとフルモデルチェンジを実施。今や月間販売台数ナンバーワンを記録するほどのコンパクトミニバンへと成長したんだ。今となっては愚策じゃなくて英断だよね。にしても、パッソセッテが残念すぎる。さて、今回はパッソセッテについて解説したぜ。個人的には、非常に面白いしくじり車だと思う。パッソセッテは業界分析と販売戦略に、大きな欠陥を抱えていたことがわかったよ。完全に上位互換であるフリードがいる以上、あまりフォローできる部分がないのは悲しいな。価格重視のミニバンだから、車好きが推薦するようなポイントもなさそうだしね。ただ、エコカー減税が関係ない中古車としてだったら、手頃な3列シート車としては意外と穴場だったりするぞ。興味がある人は、調べてみるといいかもね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った人は、チャンネル登録をよろしくお願いします。グッドボタンも待っているぜ。それじゃあ、またねー。